真夜中の境内を逃げ回る人々。ちょっと待って、ちょっと待って。怖い。こ怖いです。もう今日もハラハラしてきて。やて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 。皆が恐れているのは人に憑依した神様、豪様です。異様な祭りです。捕まったらどうするって言われながら、3年以内にっていうの聞いて、そう、うん、でもね、ちょっと怖さもあるけど、ちょっと参加してみたい、うん、捕まると3年以内に災いが起こるとの言い伝えが。岡山県美咲町にある霊山二神山。東の御仙と西の城山の2つの峰からなることから、その名前が付けられました。その御仙の頂上付近にある霊山寺で750年の歴史があると言われているのが二神山御宝祭です。まあ、一番栄えた頃っていうのは真言宗と天台宗とこのお山に混在をしていたそうで、いわゆるあの二宗見学っていう、そういうちょっと珍しい修行の、あの山だったというふうにあの言われています。750年前の建治元年、当時の住職である上條が仏教の守り神御宝禅師からのお告げを受けて始めたのが御宝祭です。仏説摩訶般若波羅蜜多心経。御宝祭は霊山寺の檀家を中心に代々受け継がれてきました。御宝座ねという、やっぱり皆さん一般的には使わない言葉だと思いますけど、人に神が乗り移り、そして境内を走り、まあ、お遊びになるというふうに走り回るんですけども、そのお遊びを邪魔したらダメだよっていうのが簡単なルールみたいな感じですね。御宝祭の象徴となっているのが神の依り代となる御宝座ねです。地元では豪様とも呼ばれ親しまれていますが、捕まっちゃうと3年以内に亡くなるとかね、そういうような噂がやっぱり、まあ、実際あったのかなかったのは僕も騒がではないんですけども、まあ、現実にあったみたいな話をされると、やっぱりそっちの方の先入観が先に立つんでしょうね。お遊びの邪魔をすると容赦なく捕まえに来るという豪様ですが、地元の人たちにとっては大切な存在です。まあ、僕はあのみんなのいろんな役を全部払ってくれている、そんな感じでいつも祭りに参加をしてまして、あのいろんな悩みとかこう汚れたようなものがあるんだけど、全部こう御宝座さんがきれいにしていただいて、なんか一つの区切りができるような、そんなお祭りだと思っていつもあの楽しみにしてます。祭りの核となる御宝座ね、その重役を担うのが大阪府在住の自営業、白川幸太郎さんです。先代から御宝座ねを継いで今年で10年目を迎えます。神社を越えたところにあるものっていうのが、やっぱりこういう祭りの中にはすごいたくさん宿っているので、あのそういったことをちょっと守っていくことがもう自分のお役目かなと思って。祭り当日までの1週間世間から隔絶され、一人山にこもります。8月14日の深夜、ホラ貝の合図で御宝祭が始まります。すごい緊張してます。結構怖いっていうのを聞いてるんで、ちょっとドキドキしてます。一週間の修行を終え、山を降りた御宝座ね。寺へ到着すると神を憑依させる祈りつけが始まります。やがて神が憑依すると境内へと飛び出してくる豪様。750年続く神秘の祭りです。